湾にある軍用物資を適切に配らないと。あれ？こんな告知板いつの間に置いてあったんだ？うん、どれどれ？キノ君が書いてあるぞ。けど、キノコとりあえず会場に行こうぜ。もし本当に危険があっても。イルチャールのお兄さんが病気になった。イルチャールのお兄さんが看病して、ヤッホー、行こう。ご来場の各参加者の皆様、サウマラタハスパイテイマー大会へようこそ。私は大会、皆さんはキノコンに指示を出して戦うというコンセプトに興味があるか、そちらに関しては私が断言いたします。今回の大会のために正論派最先端の理性増加技術を気兼ねなさらず、どうぞふるってご参加くだされ。さらにこの度フォンテーヌの大商人エルヒンゲンさんがスポンサーとなり、本大会の賞金総額6000万もののモラを、さらに決勝戦の後に行われる最終テストに通過し、ただしこれには条件が一つだけございます。エルヒンゲンさんの遺髪を継いでサウマラタハスハイテイマー大会を引き続き開催し続けることです。6000万モラを気軽に投資したのか。それ、いやー
主催側に京ラインの学者がついて、いっそ大会に参加して奴らの言う英知法女が効くかどうか試してみようぜ。違うぞ、スメールはようやく安定を取り戻しただ。それにあんなに自信満々に話されるとキノコンを飼いならすっていうのがどんなものなのか見たくなっちゃったんだ。うぅ、確かにキノコ安全面も保証してくれたんだし、そんなに恐れる必要もないだろ。それにキノコンと友達になるなんて絶対面白いに決まってる。いい成績を取ればちょっとした小遣い稼ぎにもなって一石二鳥だぜ。おう、これこそオイラたちのやり方だぜ。申し込みの場所はあっちみたいだ。うーん、前の人はまだな。ゴールド流星の旅人にシルバー晩星のパイモン、君と、え、オイラたちを知ってるのか。いきなり聞いたこともないしょ。君たちはすごいもの。逃げ切った傭兵は君たちの肖像画を描いて絶対喧嘩を、オイラたちありがとうって言うべきか。残念ながら今回の大会ルールではテイマーは武器の携帯を禁じられているのよ。直接戦いはしないから、バトルのポイントはキノコンの捕獲と育成、そしてそれらの駒をどう使うかってこと。いくら君、言われてみれば確かにそうだって。待てよ、お前スタッフには見えないけどどうして自信満々。私はハニア、ずっとエルマイト旅団で凶暴な打獣を飼いならす仕事をやってきたわ。以前からテイマーと呼ばれてたおかげで、でも私のような字も読めない粗骨者は傭兵たちの雑用するくらいしかできない。名乗った、まあ獣を手なずけることに関してはいろいろと心得があるけどね。私の指導を受けたい？敵であれ味方であれ、君たちはバトルで障害物を排除してくれる存在よ。ストレートだな。まあ誠意は感じるぞ。それじゃあこの英知法事を受け取ってちょうだい。早速。本当に行動力。ここが捕獲エリアよ。この一帯のキノコンは英知法事との相性がいいからトレーニングやバトルに向いてる。英知法事はキノコンを捕獲したり収納したりすることができる。だからキノコンごとにあだ名をつけた方が指示しやすくなるわ。例えば私の隣にいるこいつのことは炎一って呼んで。炎元素のキノコン一号という意味なの。元素の種類に番号？なんかシンプルすぎないか？このキノコン元気そうだし、ぴょんぴょんハッピーだけ、なんかどうだ？余計な、いえ、ありがとう。でも私には自分なりの命名規則があるわ。そうだな、もう炎一で呼び慣れてるだろうし。わかった、もう案は出さないでおくぜ。でもオイラたちがつけたすごい名前を聞けば考え直したくなるかもしれないぞ。
な響きのいい名前だろ。バトルで呼びかけるとき絶対かっこいいと思うぞ。こういうキノコンは丸い帽子をかぶってて小さな太鼓みたいだろ。オイラとっくに気づいてたんだ。ほら見ろ、こいつも喜んでるぞ。この名前を気に入ったみたいだ。それじゃポコポコビーニーに決まりだ。ポコポコビーニーはおとなしいな。子犬とか猫みたいだ。キノコにもこういう一面これからよろしくな、ポコポコビーニー。さてと、残りのキノコンを一気に捕まえてポコポコビーニーにチームを組んであげようぜ。キノコンを4体集められたみたいね。次は主催の提供してくれたフラワーゼリーを使ってキノコンたちの潜在力を覚醒させてみましょう。バトルで強力な技を繰り出せるようになるわ。思ったより順調だな。ありがとな、ハニヤ。それじゃ、あれ？してる人がいるぞ。キノコンが一体周りを回ってる。うわ、いきなり倒れたぞ。早く見に行こう。はあ、力が入らない。一歩も動けない。行け、炎一。待って、この子は敵じゃない。私の仲間なの。私はただ疲れて歩けないだけで、参戦資格をゲットするにはキノコの仲間をあと3体探さないと。まさかお前も出場選手なのか。こんなところでライバルに出会ってしまうなんて予想外。ここまでみたいだね。天天ヨーヨー獣だけじゃあなたたちには勝てない。天天ヨーヨー獣のことは頼みます。必ずいい成績を取ってあげて。おいおい、自暴自棄になるなよ。オイラたち道を阻むエルマイト旅団じゃあるまいし、お前のキノコ、いやキノコの仲間を奪うなんて卑怯なことしないぞ。決着をつけたいって言うならバトルで正々堂々と勝負しろ。オイラたちの隣にいるハニヤってテイマーなんか、オイラたちが手強い相手になるかもしれない。それ褒めてるの？お前の名前と目標を言ってみな。ゴールド流星の旅人とシルバーパンセイのオイラはお前を助けるぜ。本当？キノコの仲間をもう3体集めてくれるの？サイコロの1の裏が6であるように月が回ってきたんだ。私は
レイラです。ルタワヒスト学院の普通の学生なんだけど、強い称号はなくて、その私の目標はバトルの準々決勝に入ること。準々決勝に入れたらキノコの仲間を家まで連れ帰って力仕事を分担してもらいたいんだ。もちろんちゃんとお世話もするよ。確かルールに書いてあったな。準々決勝まで残った選手は欲しいキノコンを家に連れて帰れるって。でも力仕事？学生の日常は宿題と論文じゃなかったっけ？恥ずかしながら、私生まれつきの睡眠障害で毎日よく眠れなくて体力もないの。普段からちょっと運動しただけで、さっきみたいに力が抜けてぐったりと横たわってしまう。それに力仕事って言っても、本を運んだり買い物したりってだけで。それだけかよ。なら全然大丈夫だな。オイラも雑用はいつもこいつに任せてるんだ。キノコンを仲間にするだけでなく、一緒に暮らそうとする。このようなバカバカしい考えはエルヒンゲンとそっくりだ。コツをすぐ掴んだ上に人の役に立てる余力すら残っ、うまくいくことを祈ってるわ。それじゃ。おい、ハニヤ、もう行っちゃうのか？まだお前と炎一にお礼を言ってないぞ。大丈夫。そのテイマーさん、怒っちゃった？多分そうじゃないと思うんだけどな。ハニヤは率直な話し方をするから近寄りがたい印象もある。でも性格のは、そうだな、また今はハニヤの美徳を受け継いで正々堂々とバトルに参加することを考えようぜ。他の選手を助けてレイラの参戦しか。本当にありがとう。私も頑張って体を動かすから、全部あなたたちに任せるわけにはいかないもの。やったー、これでレイラのチームも完成だな。今すぐ会場に戻って参戦資格を確認しようぜ。最後まであなたたちとは戦わないで済むといいんだけど。おや、わっぱたちではないか。魔小説の主人公たりうる人物じゃ。みこ、おいらの目がおかしくなったのか。なんでお前がここにいるんだよ。こたびの大会に関する宣伝が稲妻にまで届いておったんじゃ。
それも八重堂の前でチラシを配っておったんじゃぞ。この大会、娯楽小説にぴったしじゃと思わぬか。八重堂は今、次の50年を風靡する傑作を作る計画をしておる。テーマは仲間と競争じゃ。故に血気盛んな若い作家を一人げ、もちろん作家たちの原稿をよりよく品評するために、今回はわらわも参加する。そしてこれがわらわの相棒、宗家がこやつに与えた名は百来シャラ。独特な気迫があって悪くないと思うぞ。まさか巫女まで来るほどの大きな戦いになるなんてな。そうか、こやつらと知り合っておくがよい。必ずや何時に立ち向かう最強の敵となるじゃろう。はい、編集長様。心に響く作品を作るために決して臆さず、必ずや、あなた、おお、たとえ巫女の腹心だから、その意気じゃ。この感覚つかめたか。対戦の前に最も重要なライバルに、全くつかめていません。その将軍様と花見坂を見て回った親友の方と対抗さ。ならばまずは急ぎ宿屋に戻るがよい。今抱いているその緊張感、この人すごく怖い。でもとてもすごそう。お友達になってみたいな。そちらの物静かな友はどちら様じゃ。こいつはキノコンを捕まえる途中で出会った新しい仲間のレイラだ。レイラは訓練されたキノコンを家に連れ帰って一緒に暮らしたいんだってさ。キノコンを訓練して日常生活のお供にす、面白い。何時にはいろいろと秘密がありそうじゃな。わらわは八重巫女、趣味で娯楽小説の編集者をしているんじゃが、何時に少し興味を持っておる。ふう、なんて答えたらいいか全くわからない。そうだ、二人とも、この間は本当にありがとう。予選の準備のためにも、この4体のキノコの仲間のことをちゃんと知っておきたいの。トレーニングに行ってくるね。ペース配分に気をつけろよ、レイラ。前みたいに疲れてへばっちゃダメだ。おーい、巫女のオーラに。む？わらわはそんなに怖いのか？だとしたら、もっとあの娘っ子と交流して、さて、わっぱのその目。まだ何かわらわに言いたいこと。賑やかさに流されて遊ぶことしか脳みそにない状態ではなかったんじゃな。お目にかかれて光栄です、八重宮司。まさかスメールにいらっしゃって早々。大会の責任者か。うむ、どうやら大会は順調に進んでいるようじゃな。でなければ。またまたそのような。八重宮司、あなた様のようにすでに英知法事をお試しになられたようですな。この技術の将来性をどう思われましたか。あなた様さえうなずい。ふむ、今のわらわは一階の編集長に過ぎぬ。こたびここへ来たのは休暇を兼ねた取材に。そう焦らずに、カウトリアさん。教令院の商業的な要望ばかりお伝えするのでは雷鳴の国から。それに八重宮司はご友人とお話をされていました。それに割って入ったことも失礼というものでしょう。ほう、なかなかに的を射ておるぞ、エルヒンゲン殿。その控えめな行動様式は商売における姿。八重宮司からそのような評価をいただけるとは身に余る光栄ですよ。何かご入り用の際は何なりとお申し付けください。そしてかねてより名を馳せている旅人さんまでが大会にご参加。巫女、あいつらはお前と仕事の話をしに来たんだろう。こんな無下にしちゃって本当にいいのか。特にあの大商人、
あいつと協力すれば八重堂にだってメリットがたくさんあるはずだろう。新しい競技活動をこれほど迅速にテイワット各地に広めることなどダミ大帝の商人にはできぬ。それほどまで強力な相手とは組みたくないの。それにこの大会は始まったばかりじゃ、結末がどういう風になるかはまだわからぬ。とりあえずはキノコは見た目は可愛いが、その体内には強力な元素の力を秘め。ミコもそう思ってたのか。オイラたちもこれに影響されたキノコはみんなポコポコビーニーみたいにすごくおとなしく。パイモンは相変わらずのんきで元気いっぱいじゃの。わらわもそろそろ。それではまた予選でな。ひひ、今回は来てよかったな。あ、よし、じゃあハニヤのアドバイス通り。ヤッホついに来たな、優勝候補。早速。優勝候補？もちろん。君たちが英知宝珠を受け取るとき、ハニヤさんのような専門家が指導し。聞いた感じ、ハニヤはすごく強そうだ。Thank you.
全力を出せそうだな。予選までもうちょっと時間があるし、トレーニングしに行こうぜ。
ルチャールのお兄さんが病気になった、イルチャールのお兄さんが看病して、頑張るよ。
ここも。さあ踊るよ。それ。さあ行こう。おい。よっ。行こう。おお。やっほー。またそのふうに生贄を用意して。高速エッジに。波の花と共に舞いを行くよ。さあ。えっ。よっ。さあ。うん。どれどれ、何が入ってるかな。どれ、何が入ってるかな。Yahoo!
どれ、何が入ってるかな。どれ、何が入ってるかな。
何が入ってるかな。どれ？何が入ってるかな？
どれ、何が入ってるかな。
ヒルチャールの。勝利は目の前だぞ。おお、
張れ。よく頑張ったな。ふぅ。ファイ。何が釣れたんだ？オイラにも見せてくれ。頑張れ。おお、なかなかの収穫だな。ふん、あと少し。おお、なかなかの収穫だな。勝利は。おお、な。よし、何が釣れたんだ？オイラにも見せてくれ。あと少し。何が釣れたんだ？オイラにも見せてくれ。ファイ。おお。
あと少し、気を抜くなよ。よく頑張ったな。頑張れ、もう一息だ。何が釣れたんだ、オイラにも見せてくれ。よく頑張ったな。よし、何が釣れたんだ、オイラにも見せてくれ。
なかなかのと深淵